回は私の大切な友達のために肌に優しいピュアの染料を使ってストールを染めた時の様子をお届けします。うちの庭に生えてるピュアの木です。お友達のうっちゃんとの付き合いはもう30年近くになります。今回9年ぶりに私の実家に遊びに来てくれました。彼女は3歳からひどいアトピーで何度も入退院を繰り返してきました。そんな壮絶な経験をしているからこそか、人生にいつも前向きで、人の心の痛みが分かり、寄り添う力がとてつもないんです。私が出産した時には、なんと母の代わりにアメリカまで来てくれて、3週間も手伝ってくれました。実は彼女、アトピーだけじゃなくて、がんを乗り越えたサバイバーでもあります。今は視力がかなり悪くなってきて、白い杖を使って生活しているのですが、彼女の前向きな姿勢にいつも勇気をもらい学ばせてもらっています。暗だよ。暗いよ。これ自身の絵だね。そうだね。そんな私のお友達うっちゃんに植物の魔法の力を少しでも届けたくて、心を込めてストールを染めました。ダブルガーゼを入れていきます。こっちはね、もう精錬してあります。はい、じゃあつけます。これね、1時間ぐらいつけたので、これから脱水をして乾かしていきたいと思います。ちょっと刻みまして、でこれで染液を作っていきます。ビワは万病に効くと言われる、まさにお薬の木です。ビワの葉っぱには肌の炎症やアレルギー反応、または痛みやかゆみを和らげる効果があると言われています。また保湿効果もあるので、肌を乾燥から守ってくれます。これらの薬効が加わるので、ビワ染めの布は敏感肌やアトピーの方にぴったりだなと思います。数日置くとね、赤みがね、増すんですって、酸化して。なので、これもね、ちょっとね、置いてみようかなと思います。こうやって、酸化を早めるには、こうやってね、空気をね入れて、染液の中に空気を入れて動かすと酸化が早まるようなんですが、私はもうこのままちょっと、1日2日置きたいと思います。すごい雨なので、ちょっと今日はね、染め物するのはちょっとやめとこうかな。右側がこれが2回目の染液、左側がね1回目の染液なんですけど、全然色の透明度違うの分かりますか？こっちはねちょっと濁ってるね。2回目に煮出したやつの方が赤みがあって透明度が高いので、この2回目をね使って染めていきたいと思います。2回3回4回5回とね、これ煮出していくたびに
もしかしたら染液がもっとねクリアな赤みの強いものになるかもしれないんですが、まあ、私は今日はとりあえずこんな感じで行ってみたいと思います。これは、2日前にね牛乳で、タンパク処理をしました。はい、この染液は一度加熱してもうね結構あったかいというか50度くらいなのかな、でも入れていきます。オレンジかな、なんかオレンジっぽい。はい、今ね30分ぐらい加熱して煮ました。でね、もう結構ねほらかなり染まってる感じなので、もうあとはこの中につけて冷めるまでね、つけときたいと思います。すごいね染まりが。これはねちょっとね焙煎をねするかどうかをまだね決めてないんですよね。昔読んだ資料の中に草木染めの薬効を最大限に取り入れるためにあえて焙煎をしないという方法があったので、今回はそれをやってみようと思います。これね乾いたらねもちろんもうちょっと色は薄くなるんですけど、結構色が入ったなと思います。でこの絞りに関してなんですが、こっちはねゴムをねこう1本っていう感じだったんですけど、こうくるくる丸めて1本っていう、こっちはねゴムをねちょっとずらしたんですね。ずらした方がはい面白い模様がつくんだなって、下着からちょっと染めてみます。今大急ぎで外に取りに行ってきたんですが、昨日のビワ染め乾きました。ともかくねとってもね綺麗なねピンクに染まったんですね。これは焙煎なしですよ。焙煎もなくタンニンが豊富だとねこんなに、染まりがいいです。そして、なおかつ焙煎をしなくていいってことはこのね、植物のこのビワの葉の成分が直接この中にね入ってるので、肌が弱い人とかにもねほんとおすすめです。これはね私のお友達のうっちゃんねこの間遊びに来てくれて、で一緒にインディゴ染めをやったんですけど、うっちゃんはね小さい時からアトピーだったのでちょっと肌が弱くて、これねうっちゃんにね送ろうと思います。1日収穫してないだけでナスがこんなに育ってます。あ、キュウリもこんな大きくなっちゃってる。はあ、見てこのでかいキュウリ。大切な人に心を込めて染める。今日も視聴者様が優しさに包まれますように。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。